清の電信柱宮沢賢治ある晩京一は草履を履いて線路の横の平らなところをスタスタ歩いていました確かにこれは罰金を取られることですおまけに。 もし記者が来て窓から長い棒などが出ていたらいっぺんに殴り殺されてしまったでしょうところがその晩は線路を見回る作業員も来ず窓から棒が出ている記者にも会いませんでした そのかわりじつにへんてこなものをみたのですしんげつから九日めのつきがそらにかかっていましたそしてそらいちめんにうろこぐもがありましたうろこぐもは みんな月の光が腹の底までも染み通ってヨロヨロするように見えましたその雲の隙間から時々冷たい星がぴっかりぴっかり顔を出しました今日一は すたすたあるいてもうむこうにていしゃばのあかりがきれいにみえるところまできましたポツンとしたまっかなあかりやい黄うのほのうのようにぼーっとしたむらさきいろのあかりですめをほそくしてみると まるで大きなお城があるように思えるのでした。とつぜん右がわのシグナル柱がガタンと体をゆすって上の白い横木をななめに下の方へぶら下げました。これは 不思議なことでは全くありませんつまりシグナルが下がっただけのことです一晩に十四回もあることなのですところがその次が大変ですさっきから線路の左側で 電信柱の列がグワーングワーンとうなっていましたそれらが大いばりでいっぺんに北の方へ歩き始めましたみんなっつの瀬戸物のエボレットを飾りてっぺんに 針金の槍をつけた亜鉛トタンの帽子をかぶって片足でひょいひょい進んでいくのですそしていかにも今一をバカにしたようにじろじろ横目で見て通りすぎますうなりも だんだん高くなって、今はいかにも昔風の立派な軍家に変わってしまいました。どっててどっててどっててと、電信柱の軍隊は速さ世界に類いなし。どっ。 てて「どっててどっててど」ててどててど「電信柱の軍隊は規律世界に並びなし」「一本の電信柱が特に肩をそびやかしてまるで腕木もガリガリ鳴るように通りました」 見るとむこうのほうを六本うでぎでせともののエボレットを22こつけたでんしんばしらのれつがやはりいっしょにぐんかをうたってすすんでいきますどっててどっててどっててど。 日本腕着の公兵隊六本腕着の竜騎兵どっててどっててどっててど、一列一万五千人針金かたく結びたりどういうわけか二本の柱が腕着を組んで しをひきずっていっしょにやってきましたそしていかにもつかれたようにふらふらあたまをふりましたそれからくちをまげてふうといきをつきよろよろたおれそうになりました するとすぐうしろからきた元気のいい柱がとなりました「おい早く歩け」「針金がたるむじゃないか」ふたりはいかにもつらそうにいっしょにこたえました「もうつかれて歩けない」 足先が腐り始めたんだ長靴のタールも何ももうめちゃくちゃになってるんだ後ろのはしらはもどかしそうに叫びました「はやく歩け歩けきさまらのうちどっちかがまいっても」 一万五千人。みんな責任があるんだぞ。歩けったら。二人は。仕方なく。よろよろ。歩き出し。次から次へと。柱が。どんどんやってきます。どってて、どってて、どってて、ど。 槍を飾れるトタンぼウすねは柱のごとくなりどっててどっててどっててど、肩にかけたるエボレット重きつとめをしめすなり二人の影ももうずっと遠くの ろくしょういろのはやしのほうへいってしまいました月がうろこ雲からパッとでてあたりはきゅうにあかるくなりましたでんしんばしらはもうみんなひじょうにごきげんですきょういちのまえにくると わざと肩をそびやかしたり、横目で笑ったりして、通りすぎるのでした。ところが、驚いたことは、六本腕着のまた向こうに、三本腕着の真っ赤なエボレットをつけた兵隊が歩いていることです。 その文化は節も歌もこっちの方とちがうようでしたがこっちの声があまりに高いために何を歌っているのか聞き取ることができませんでしたこっちは相変わらずどんどん進んでいきます っててどっててどっててど寒さ肌へをつんざくもなどて腕着をおろすべきどっててどっててどっててど暑さ硫黄を溶かすともいかでおとさんエボレットどん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 進んでいき きょういちはみているのさえすこしつかれてぼんやりとしました。でんしんばしらはまるでかわのみずのようにつぎからつぎへとやってきます。みんなきょういちのことをみていくのですがきょういちはもうあたまがいたくなって。 黙って下を見ていました急に遠くから軍家の声に混じって「おいっちにおいっちに」というしわがれた声が聞こえてきました京一はびっくりしてまた顔を上げてみますと よこをせがひくくてかおがきいろいじいさんがまるでぼろぼろのねずみいろのコートをきて天んしんばしらのれつをみまわしながら「おいっちにおいっちに」と号うれいをかけてやってくるのでした。 じいさんに見られた柱はまるで木のようにかたくなって足をシャチホコばらせてわきめもふらずすすんでいきわきめもふらずすすんでいきそのへんなじいさんはもうきょういちのすぐまえまでやってきましたそして よこめでしばらくきょういちをみてからでんしんばしらのほうへむいて「なみあしおい!」とごうれいをかけましたそこででんしんばしらはすこしほちょうをくずしてやっぱりぐんかをうたっていきました「どっててどって みぎててててとひだりのサーベルはたぐいもあらぬほそみなりじいさんはきょういちのまえにとまってからだをすこしかがめました「こんばんは」「おまえはさっきからこうぐんをみていたのかい?」 えみ、え、てましたそうかじゃあしかたないともだちになろうさああくしゅしようじいさんはボロボロのコートのそでをはらっておおきなきいろいてをだしましたきょういちもしかたなく 手を出しましたじいさんが「や」といってそのてをつかみましたするとじいさんのめだまからとらのようにあおいひばながパチパチっとでたと思うときょういちはからだがビリリと そして「あぶなくうしろへたおれそうになりました」「ははだいぶひびいたね」「これでよわいほうだよ」「わしともすこしつよくあくしゅすればまあくろこげだね」「兵隊はやはりズンズンあるいていきます」 てて「どっててどっててど」ててどててど「タールをぬれるながぐつの」歩幅「ほはばは三百六しゃく」「きょういちはすっかりこわくなってはががちがちなりました」「じいさんはしばらくつきや 雲の具合を眺めていましたが、きょういちがあんまり青くなって、ガタガタ震えているのを見て、気の毒になったらしく、少し静かにこう言いました。俺は電気総長だよ。きょういちも少し安心して、 総長というのはやはり電気の一種ですかと聞きましたするとじいさんはまたムッとしてしまいましたわからん子どもだなただの電気ではないさつまり電気のすべてのょう。 というのはカシラと読む。つまり電気の対象ということだ。対象ならずいぶん面白いでしょう。京一がぼんやりと尋ねると、じいさんは顔をまるでめちゃくちゃにして喜びました。はは。 面白いさ。「それそのへいもその竜騎兵も向こうの敵へ兵もみんな俺の兵隊だからな」。じいさんはプッとすまして片方のほうをふくらませて空をあおぎました。それからちょうど前を通って っていく「一本の電信柱に『こらこら、なぜわきみをするか』とどなりました」するとその柱はまるでとび上がるぐらいびっくりして足がぐにゃんと曲がり慌ててまっすぐを向いて歩いていきました。 つぎからつぎへとどんどんはしらはやってきます。ゆうめいなはなしをおまえはしってるだろう。ほらむすこがイングランドロンドンにいておやじがスコットランドカルクシャイアにいた。むすこがおやじにでんぽうをうった。 おれはちゃんとてちょうへかいておいたがね。じいさんはてちょうをだしてそれからおおきなめがねをだしてかけてからまたいいました。おまえはえいごはわかるかいねえ Send my boots i n s t a n t 長靴遅れだろうするとカルクシャイアの親じめ慌てて俺の電信の針金に長靴をぶら下げたよははは、<laughs> いや迷惑したよそれから英国ばかりじゃない十二月頃平英へ行ってみるとおい 明かりを消してこい」と上等兵殿に言われて新兵が電灯をふっふっと吹いて消そうとしているのが毎年五人や六人はある。俺の兵隊にはそんなものは一人もないからな。お前の町だってそうだ。 はじめて電灯がついたころはみんながよく「電気会社では月に100こくぐらい油を使うだろうか」なんて言ったもんだ。はははどうだもっともそれはおれのように勢力不滅の法則や熱力学第二則がわかると。 あんまりおかしくもないがね。「どうだぼくの軍隊はきりつがいいだろ軍家にもちゃんとそういってあるんだ」「電信柱はみんなまっすぐをむいてすまして通りすぎながらひときわ声をはり上げて」 ててどっててどっててど電信柱の軍隊のその名世界にとどろけりと叫びましたその時線路の遠くに小さな赤い二つの火が見えましたするとじいさんは すっかりあわててしまいましたあいかんきしゃがきただれかにみつかったらたいへんだもうしんぐんをやめなくちゃいかんじいさんはかたてをたかくあげてでんしんばしらのれつのほうをむいてさけびました「ぜんぐん かたまれ、「おい」「電信柱はみんなぴったりとまってすっかりふだんのとおりになりました」「ぐんかはただのぐわーんぐわーんといううなりにかわってしまいました」「きしゃがごーと」 とやってきました。機関車の石炭は真っ赤に燃えてその前でカフは足をふんばって真っ黒になって立っていましたところが客車の窓がみんな真っ暗でしたするとじいさんがいきなり おや、伝統が消えてるな。こいつはしまった、けしからん。と言いました。そして、まるでうさぎのように、背中をまんまるにして、走っている列車の下へ、潜り込みました。あぶないと、きょういちが止めようとしたとき、 客車のまどがパッとあかるくなってひとりのちいさなこがてをあげて「あかるくなったわーい」とさけんでいきましたでんしんばしらはしずかにうなりシグナルはがたりとあがりましたつきはまた。 鱗雲の中に入りましたそして汽車はもう停車場へ着いたようでした